こんにちは。おふでちゃんこと書家の田坂邦夫です。これから皆様のお住まいの地名をかっこよく書くワンポイントお伝えいたします。魚図の解説です。魚中心がこの辺り、ちょうどここから始めると良いと思います。こことここ中央を通って、田線対称です。上下の幅も一緒。そして、劣化ですけれども、左だけこちら、あとの3点は右へ向きます。最後の1つがちょっと大きめです。これも三髄が大切です。ここの長さ、ここの長さ、こちらが短く、こちらが長いです。また、同じ比率でも縦にまっすぐ並べるのではなく、くの字になります。そして、1点目の終わりとちょうどここの始まりが同じぐらいになります。横に角がたくさん並んでいますので、合間はどこも均等になります。一番長いのがここ、2番目がここ、あとは実はこんな風になだらかな線を描くことになります。ありがとうございました。また次回ご一緒に書きましょう。地名のリクエストもお待ちいたしております。チャンネル登録よろしくお願いいたします。